やる気元気マリアキンチャンネルです。すごかったね、東京マラソンは。昨日は暑かったですね。感動しました。これ本当に今日撮ってますんで、はい、皆さん感動した。感動しましたね。いや、まあ、ますますこの陸上競技が面白くなってきた。そして、期待以上に記録も伸びましたね。伸びてきたね。まあ結果だから大迫選手が自身で持っている日本記録がまた塗り替えられたと、うん、ということですが、かっこよかったですね本当。やっぱりその涙しましたよ僕も。最後、ね、大迫選手がこうやってねガッツポーズで、いやもうカーブ曲がったところからもうちょっと手を挙げてね、ね、そしてこの娘さんの名前が入ったこのブレスレットをね、こうプチャッとこうキスしていくわけですけども、そしてあのインタビューでの涙ね。そうですね、あの涙の意味は、まあ、プライベートなことですからといってこの大迫選手は深く語らなかったけども、はい、まあプライベートのことよりもあれはもうそら MGC で3着で選ばれなかった。まあもちろん MGC の時も大本命でしたから、うんうん、でその後やっぱり苦労してケニアに合宿に行って、ね、そして地獄のような練習をしたんでしょう。でやはりやっぱり日本の柱エースですから。そうですね、うん、強かったですね。やっぱ強かった。だからそれをいろんな練習を思い出してぐっとこう、まあ、安心の涙もあったんじゃないですか。そうですね、まあ、そこでまあ、ね、1億円まだもらえたっていうお金涙じゃないでしょう。いや1億円のお金の涙じゃないと思う。あれはもうホッとした涙じゃん。まあでもそうかもですね。よかった。ただ1億も嬉しいでしょうね。ほらまあね、でもまあ僕は陸上競技の選手もね、これぐらいお金をもらって稼いでいいという時代全然いいと思うよ。そうですね、それはやっぱりゴルフやねサッカーや野球選手のこと考えたら、まあなんでね、うん、本当にこんだけ市民マラソン流行ってるんですから、参加料の中から陸連公式やったら100円ずつぐらいがね、うん、強化費みたいなんでこういうのに使われるとか。いやいやよかったよ、そんなもありですね。ありですよ、やっぱりそうやって一緒に走ったら分かりますよ彼らのすごいことに。そんなもん、ね、普通の選手なんて1キロ3分で走れ言うだけでもぜいぜい言うのに。いやー、ね、1キロもいけないですよ。1キロ3分でも走れませんよそれを 42.195 ね、いけ中年から。いやすごいです。もうだって最初の方はずっと2分台でしたもんね。2分台です。でもまあ今回僕はやっぱり井上大仁選手は、まあもともとね先週アップした動画でも森脇さんの本命は井上大仁選手、うん、まあよ言いましたが、僕も見ながら行くんちゃうかと思いましたけどね。でもね井上選手やっぱり32あたりぐらいでこうずるずる来たけど、やっぱこれね勝負するなら、はい、やっぱあの井上選手の走りに僕は熱いもの感じましたよ。まあだから今回で言うと、うん、記録を出さなければならない、かつ日本人選手で1位でなければならないと。やっぱりそういう考えでいきゃあの走りをやった井上選手な、これはもう僕はもう、はあ、もう大拍手ですよ。いやそうですね、瀬古さんもえらい褒めてましたけど、いやこれは良かったな。まあだって本当に三振かホームランかというかを狙いに行ってたんやなと、結果順位でいうと三振に近い順位やったかもしれないですけど、狙いに行ったという意味では僕も素晴らしかったかなというか、ずるずる行って低い順位でもう意味ないですからね。よかった井上大仁選手で、やっぱり最後言うたらしいよ、どうでしたかこの東京マラソンと。はい、こんな一言、大阪半端ねえって出ましたか。やっぱ言うたらしいわ。これはその通りでしょ。やっぱ半端ないですか。まあ、半端なかったですね。でまあやっぱ設楽選手が16位とちょっとね見せ場もなくということやけども、まあ言うても日本記録元保持者ですから。なんかこう調子が悪かったんかなという。ちょっと分かりませんけども、もうそうかも、走り終わった後にハワイ行かはりますからね今日から。ハワイのもうことで頭いっぱいやったかも分からへんわ。もう1億円はあるからね。まあ、急に下水話になってきます。まあまあね行く言うて、日本人で2番に入った高久選手とね行く言うてたわ、はい、あれ大学の先輩後輩やねんなあれな。へえ、うん、でも日本人選手がね6分台7分台でドドドドドド、いや確かに、ね、とこうゴールに向かってくるの、あんな映像が見れるとは思え、レベル上がってたね。まあ本当に最初、だからもともとは設楽選手たちがいるあの第2グループとかも全然日本記録を超えるペースやと、うんうん、ね、
そのぐらいのペースでずっと行ってましたからね。まあ、いくらね厚底のシューズの、まあ、影響もあっただろうって言うけども、まあ、でもそれももちろんあるかもわからないけども、でも走ってんのは人間ですからね。まあもちろんね、 42.195 キロ走ってるんですから。だから、ね、かつては2時間10分台というのをサブ10と言うてね、こっから上はもう超一流の選手だっていうことを言われたけど、今回の東京マラソンであの3月1日でちょっと時代が動きましたね。2時間8分より上に行かないともう一流とは言えないようなっていうレベルになってきたね。そこがもうトップアスリートの線引きになっちゃったとなってきたなと思いますね。8分ですよ。いやすごい、これはびっくりした。さあそうなれば、はい、琵琶湖毎日マラソン、まあ、まだ決まったわけじゃないですよ。大迫選手もあれだけ騒がれましたし、うん、まあ、ほぼとは言われていますが、うん、今週末、はい、琵琶湖毎日マラソン次の日曜日にあります、まあ、自己最高記録持っておられる2時間8分台の野口選手、コニカミノルタですけどもですね、2時間8分59が自己最高記録かな、はい、おそらく。というとちょっと物足りない感じはするんですよね。ただまあ MGC4 位の大塚選手、大塚九電工ね、九電工、はい、2時間10分台ですからね、ベストがね、はい、まああとは、まあ、川口勇輝選手、川口勇輝選手、川内選手、まあ何かと話題の2時間8分14というベスト記録ですか、はい、MGC にも出てたんか。いや出てないと思いますね。まあまあ川内選手、はい、申し訳ないけども今回の琵琶湖毎日マラソンは野口選手、大塚選手あたりが中心になっていくかな。でもまあ川内選手も外しませんからね。そうですね、まあ、見るの分には面白いし、滋賀県の景色を王子山陸上競技場から滋賀県の景色を楽しんでもらって、まあ、我々関西勢としては、はい、琵琶湖の景色を眺めてもらってと、はい、いうことですね。ちょっと厳しいかなという森脇さんの予想。でもかなり厳しい、まあ、かなり、ね、じゃあもう森脇さんの予想としてはもうズバリ日本記録というか、今だからこの間の大迫選手の記録は超えないだろう。まあでも見ますよ、これ楽しみですから。時間も12時あれ12時半からやったかな、始まるのが。それが9時半ぐらいにこう前倒しになってんのよね、気温のことを考えたり。だからできるだけ東京とかに合わしますよということで。まあ天候にもよりますしね、うん、これもまた結局タイム勝負、うん、もう次はまた完全にタイム勝負になりますよね。タイム勝負やけど2時間5分29超えなあかんからね。厳しい、だって日本記録を出さなあかんわけですよ。だって1億円狙いにいってと、そんな1週間2週間でバンバカ超えるようなもんではないんじゃないかと思いますけど、琵琶湖毎日マラソンのコースはね、意外とこうスピードコースですか。いや、タイム出にくいんですよね。あ、出にくいですか。東京がね最近強いですからね。でもまあこのね厚底シューズブームという中で、今回は新厚底も、はい、出るということなんですね。どうなるか、出るというか出てましたね。大迫選手が履いていたり、うん、井上大人選手も履いてました、うん、ここでどうなるか分かりませんので、まだまだダークホースが、だってね、設楽選手、井上選手、大迫選手の3強だって言ってたけど、言ってましたね、結局大迫選手はまあ、ね、日本人トップですけども、井上選手26位で、その設楽選手が16位、はい、後に入ってきたのはね、もうまだまだ若手たちがバンバーンとこう、そうね、来ましたしね、次の世代というか、びっくりしたな、その北陵高校、京都産業大学、そして大塚製薬の彼の名前、上門大輔選手か、はい、とかいう入ってましたからね。2時間6分台やからね。まあだから、まあ、今回はダメでしたけど、うん、これからがまた期待される人たちも続々と出ていたと、ね、次のパリに、そしてその次のロスに向けてと。なるほど、いうことですか、大学生の国学院大学の土方選手も2時間9分50で走ってるからね。まあだから10分は切っていると切ってるのよね。まあそんなんでまだまだ陸上競技が面白くなってきたん で、 そうです、ね、今度の日曜日は琵琶湖毎日マラソン、これでね、あの記録が出ようが出まいが、はい、東京オリンピックの3枠が確定すると。うわ、女子もウィメンズありますからね。そうなんですよ、同時開催でね、はい、名古屋ウィメンズが、これもまたチェックです。
こっちの方が熱いかも、はい、あそれもねまた動画撮ってますんで皆さんぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。